こごみとわらびとのらぼうなです。こごみとわらびを天ぷらにする。まず切りましょう。うん。じゃ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 。生地割れた。あ、痛い。音すげえ。入れてみよっか。うん。どうよ。お、シュワシュワしてる。いいね。あ、塊でいくのいいね。油跳ね注意。あ、これさあ、揚げたら置く場所作っとかな。そうだよ。あ、ごめんなさい、今地面が地面が衣だらけ。申し訳ございません。ちょっと長かったな、ごめんなさい、散らかしました。どんなもん熱しゃいいの、ちょっと熱気づけちゃうんだけど、衣がカリッとしたら油から揚げ、十分に油を切ります。はい、料理できない女子が頑張ってるよ。そんなことないよ。うん、この時点でめっちゃ美味しそう。本当だね。うん。塩つけて食べるだよ。うん。一度あんだけ食ったのにもうなんかお腹空いてきたわ、これ見たら。わかる気がする。これ買っといてよかっただろうね。うん、よかった。寄り添わないで。くっついちゃう。うん、いや、美味しそう。
どんなもん？もうちょい？どうなんだろう。気強い？いける？強い？今中火くらい？ああ、いいじゃない。あの割り箸にいじけ。あっち。菜箸はないからな。そうだよ。根性でやってるから。うちの店。うちの店ど根性。天ぷら店だから。あ、いいね。お、あ、いいいい。だいぶ。うん。揚げてみる？うん。そこいいよ。ちょっと地面置いちゃってるけど。ガチの料理してる。いや、すごいな。あ、美味しそう。外でバーベキューとかのあれじゃないからね。確かに。外でガチ料理だから。わあ、うまそうですか。うまそう。天才の天ぷらですよ。いやー、最高かよ。こいつら束になってくんの。よいしょ。いい音。いいね。デュラーンなって。だんだん太くなっていく。しょうがないよね。しょうがない。おう。うん。ごそっと言ってたね。ずっとやってきた。ガチやもんな。うん、油跳ねて、あっちに通りかかった人も多分びっくりだよね。揚げ物？この時期に外で揚げ物？外でっていうのがポイント高いからね。そうよそうよ。宿で揚げ物？気をつけて。お腹鳴ったんだけど。お腹空いてるな。今わらびの茎の部分というか、うん、でそれが、うん、こごみ初めて聞いた。こごみ、うん、そんな名前やったんや。こごみピントが合わない。普通に飯ね。あんた誰？え、天ぷらそんなんなったっけな。箸わけにはいけんな。揚げ係やりたい？頑張ってみるわ。どの辺から？じゃあそれ終わったら。OK。あ、だいぶ減ってきたな。減った減った。ちょっとボールとかでやるからね。普通はね。ないからね。ええ。入んねえんだが。ねえ、浸らないよ。量もないから、かけることもできひん。最悪。
おコンロに、コンロについてるぞ。ピンチだぜ。でけえな。先端が膨らんでる。やりすぎ。2個いるのがいいかもしれないね。揚げてるよ、箸についてたやつ。ほんまや。これ揚げ箸だね。うん、衣がやっぱ入んなくて少ないから素揚げみたいになっちゃう。熱い、うん、ここ熱いな。もこもこする。もこ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 何なんていうの、モアモア、うん、モアモア、うん、いやー美味しそう。あっち熱気が、熱気、指先がやけどしそう。バロタ足できた。美脚やん。スラッとしてはるわ。うん、ちゃんとご飯食べな。カスカス、選手交代、次の揚げ係林、はい、頑張れ。よいしょ。あー少な、おー少な。これはついてみるか。いや、いい匂いする。うん、いや、ほんまにいい匂い。いや、これ足した方がいいかな。足すべきだとは思うよね。うん、つかむのむずい。ただの油。どうした急に。入れろ。えい、えい。止めない。入れろ。えい。あ、中指。えい。本番。なんかこいつめっちゃ開いてないけど。出てない。早くない？早い。温度高い。待って、捕まれへん。衣が少ないのもあって。あっちん。あっちん。あ、いける。あげろあげろ。え、よくやったな。よくやったな。え、待って、細かいの飛んでんねんけど。あっちいいよな。あっちいいよ。え、よくあげろあげろ。こげるこげる。え、マジよくやった。え、なんであんな冷静にできたん。なんかちょっと今激しいからな。でもさ、ちょっと今油のテンションが高いから、ね、あ、来てもうた。え待って待って、まあいいでしょう。あ、面白い。え、よう叫ばへんかったな。え、普通に熱いねんけど。小指が熱せられてはいた。いや、もうなんかもう人差し指にすごい飛んできた。はい、お、いい。はい、あ、はい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 、子供怪しい。マジで家でもそんなん。まあまあ、おやつって言ってる時も。ちょっと待って。買わないよ、今日は。ほんでない。ほんまにない。いや、ガチでないわ。でもあとちょっとなんやけどな。悔しいな。うん。
そう、卵がだるいんだよね。そうなんやな。丸々1個使うから。あ、やばいやばい、焦げる焦げる焦げる。あ、あ、やばいやばい。なんやなんやなんや。めっちゃ汚してる。汚した。大丈夫、あのわしが汚したとこも怒られる。まあまあまあ、なんか異様に使うコンロなのに油っぽくしたのわしらだけど。あ、ありがとう。そいつそいつ探してたの。よかった、出たくて。そう、その人を探してた。ほんまにないかも。悔しい。悔しいな。手上げる。あー、こびちゃん。あ、作る前に揚げたて食べる？あ、それもあり。うん。あったかご飯。うわぁ、私編集したい。見たい、最初に。素敵。何？なんか並ばれる。なんかおろ。素敵だね。素敵だよ、これなんだから。なんかさ、すごいさ、お嬢様みたいな格好したまんまさ、外でさ、天ぷらしてんの。めっちゃ面白いんだけど、おしとやかな格好してる。ワイルド飯。あ、そう見える？うん、見える。めっちゃ面白い。マジ？自分じゃわからんわ。ダメな、ゴタゴタしてんな。サラ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 。塩。塩。ご飯。博多の塩です。博多の塩。あ、どん。できたよ。美味しそう。インサート。シュー。あ、iPad 持ってこん。あ、忘れてた。食べよう。どうぞ。ありがとう。うまそう。いいんだ。やばいと思う。それは小ゴミ？小ゴミ。塩ちょんちょん。塩ちょんちょん。はい、あーん。いただきます。いただきます。うん、あ、うん、うまい。なんか頭食べたけど程よい葉っぱの苦みがあって、うん、うん、あ、柔らかいな。うん。うまい。やばい。うま。うん。うん。あ、うまや。あ、下の方ちょっと苦みある。うん。うま。お蕎麦と合いそう。うんうんうん。いや、米うめえな、おい。うまや。
あ、めっちゃ合う。んで誰もこごみの概要を読まない。めっちゃ忘れてた。普通にうめえ。そうそうや。最初から食ってもらった。食べていいよ。前向かったところで、フード機能化農産物直売所っていうところで買いました。はい。はい。特徴、こごみ、和名、草蘇鉄は、岩田中に属する多年生のシダ植物。アクがなく、サラダ感覚でそのまま調理することもできる。とても食べやすい万人受けの山菜。ポリフェノールの含有量が高く、健康食材としても注目される一方で、ガーデニングや観葉植物、生け花の材料としても人気だって。めっちゃ人気やん。ね。3月から4月だって。今やね。うん。いやー、そりゃうめえわ。うん。これわらび？うん。こごみと一緒に。わらびも買ってきて天ぷらにしました。いや、いただきます。いただきます。うん、わあ、うん、これこれ、うまっ。うめ、うん、うめえ。うわー、このネバッとした感じ好きやわ。うん、うん、卵とじした時思った、意外と粘性があるなって思った。うん、さっきちょっと切った時もちょっと、あ、やべえ、林のお米が脂身ダイブしました。素揚げされちゃう。お米の素揚げ大丈夫かな。ひなあられになっちゃう。わらびは春を代表とする山菜の一つ。日本全国に自生しているシダ植物の一種で、わかめを摘んで食用にします。わらびは地下茎を地中深くまで伸ばしますが、根にはでんぷんが多く含まれています。この根から取れるでんぷんがわらび餅の材料となるわらび粉の原料となります。あ、そうなん。うん、だって知らんかった。なんかすごいパーリナーしてるやついる。うん、うん、福島さんは食べないのか。うん、読んでみる。ご飯よ。この下の部分食べよう。うん、どう、違いはある？うん、ネバネバ下の方が強い。うん、シャキシャキしてる。贅沢だな。うん、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 止まらない。うん、菊島さん早く来ないとなくなっちゃうよこれ。呼んでくるか。早く降りてきなさい。お米食べてんの。すごいね。 ありがとう、ありがとう。はい、どうも。それこごみです。こごみだね。いやー、ありがとう。はい、めちゃめちゃうまいやん。うん、あー、米が進むんで。田舎っ
ペになっちゃった、うん、衣もいい感じ、うん、あ、美味しいね、うん、うん、幸せああ春の味覚だね春だうんうんうんでもあるんだねまだこうやってなんかコロガキ言ってたねうんあったあったほんとにうんへえまだあるんだと思ううん、うん、中世のヨーロッパの貴族が外で寝てるなんかめっちゃさそうおしとやかなお嬢様がさワイルド飯作ってるめっちゃ面白いと思ってギャップがあるなああめっちゃありきてるいやー、美味しい美味しいうんうんうんありがうめっちゃ気になるうんうんこれ食べんのてるかなちょっとこうやって写しとくねこうやって、うん、ほらほらリンコが食べてんのよ落とした衣かかってんのよ運べないでしょちぎって運ぶんじゃないあちぎるうんやべうめなうまい。いちごでいっぱいお腹溜まってたのに。うん。食べれるよ。揚げた瞬間からお腹減ってるから。早いな。外で天ぷら最高。うん。そう、多分外っていうのもあるだろうな。うん。室内で天ぷらだと目なんくらいで終わっちゃう気がする。みんなも外で天ぷらしてみ。うめえからよ。やる人出てくるかな。やるんだよ。強制。うん。あとどっちがいい？どっちもいいよ。好きなの食べ。いただきます。あっという間だよ。すぐなくなった。あんだけやったのに。美味しいな。うまいかアリたちよ。情報伝達早いな。やっぱあげた方が美味しい？アリンコたちかもしらんな。贅沢一丁？ご主弁で失礼するけど。おのしら、贅沢一丁？やっぱ一手間かかった方が美味しいんやって。でもいいの、君らの体でこの油分って。耐え投げちゃったな、うんうん、ごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しいござんした